では今回もゼリーマッシュ。観察したい野鳥はオオカゲラです。お、じゃあ頑張りましょう、ではキョロロ到着です。こんな感じですね、ハル、これはねサビなんですね。そう、実はね私今回はねこのキョロロあの科学館ですね、このサビの建物、サビのアートを見たくて実際見たくて来たっていうのが半分ぐらいあります。春は、春はやっぱり春はやっぱオオカゲラを見にかなと思うんですけどね、私、まあ、個人的なんですがね、サビが好きなんですよね。これかっこいいですよね、本当に。かっこいいね、うん、かっこいい、かっこいい。でね、このキョロロの森というね、この博物館の周りに森があるんですけど、そこを今日はね、探索したいなっていうのと、その横にある美人林というあのブナ林があるんですけども、そこをね、まあ、いろいろな野生動物を見たいなという予定ですね。はい、はい、でこのキョロロの森に入るにはこのキョロロの、ね、入館料を払った後にこの森にも入れますので、まずはこの入館料の支払いからね、受付をいたしました。それでは森にまずは行ってみましょう。はい、ではキョロロの森スタートします。行こうね。キートトンボいっぱいいる。ん？あ、キートトンボね、いっぱいいるね。さーて、ここは何に出会えるでしょうか。池ある。ん？うん。別のとこいるんだよ。池だ。まずはじめ、森の中へ入るとすぐね、この右手に池が見えましたけども、うん、この池では何が観察できました？キートトンボやオイトトンボが交尾しながら産卵をしていました。あ、そうだよね。綺麗だよね、キートトンボね。うん、いましたよね。で、その他には、小鳥トンボいたりとか、あと池の中に春、魚類がいたんだけど。あ、シナイモツゴと、北のメダカがいました。なるほど、なるほど。いきなりたくさんの貴重な野生動物たちがね、観察できましたね。うん。うん、このヘビにも出会いましたね、うん。うん。これは注意看板にもあったんですけども、マムシですね。うん。うん、本当にいましたね。本当に、うん。でもね、ヘビはね、本当に人間のことを、ヘビが怖いですからね。ヘビから逃げていきますよね。うん。まあ、急にね、気づかずにね、ヘビを踏んでしまったりとかした場合は危険ですけどね。まあ、マムシは本当に噛まれた場合はね、血清が必要なので。すぐに病院に行かなければいけませんが、まあやっぱりヘビやっぱり怖がられてますけどね、ヘビの方が人のこと怖いと思います。かっこいいマムシ観察できてよかったです。うん、でね、この雑木林に入ったらね、この蝶にも出会いましたね。うん、うん、緑ヒョウモンです。そうだよね、綺麗だよね。綺麗だね。うん、まあヒョウモン蝶の中ではね、ポピュラーな蝶なんですけどね、歯の裏の白色と薄緑と言いましょうか、うん、ね、模様がとっても綺麗だなと思いますね。まあ、このやっぱ雑木林で見れる代表的な蝶ですね。うん、はい、でこちらね、野鳥少年といえばね、春野鳥全然出てきてないですけど、うん、はい、これはやっと野鳥に出会いましたかね。はい、うん、これは何を撮ってるの？野宿を撮影しています。おー、野宿出ましたね。ちょっとこれはね、春写真撮ってくれたけどね、動画はないんですけどね、うん、写真をどうぞご覧ください。これは何を、なんかちょっと濡れてるけど、あー、これは多分近くに水があったから、うん、水浴びをした後の野宿かな。うん、
シバやカケス、カワセミなども観察できました。うん、では、キョロロの中も撮影したので、ぜひご覧ください。ではね、キョロロの中なんですけどね、身近な爬虫類、それから両生類、それから昆虫なんかも展示してましたね。うん。うん、で、まずね、やっぱり目についたのは、すごいね、この青大将の発火砲だったね。この個体は完全なアルビノではなく、白変種と呼ばれる個体です。自然環境下でも、ヘビの白変個体の出現は非常に珍しく、捕食者にも見つかりやすいため、生存が極めてまる。そうね。いわゆる粒子スティックやね、アルビノとは違うんだよね。目が黒いのね、白変症、遺伝的には正常みたいですね。こう珍しいですね。まあ、その他にシマヘビとかね、カナヘビなんかね、代表的な身近な爬虫類も展示してましたね。うん、それからカエルもね、ヒキガエル、それからモリアオガエル、アマガエル、うん、でその他にも骨格標本やそれから腸の標本なんかもたくさん展示してありましたね。うん、うん、とても面白い科学館だなというふうに思いましたよ。これこれこれはこれシマトチョウ。うん、でこれがオイカワで、オイカワやね。でこっちがタモロコで、うん、こっちがアブラハヤ。うん、でこれ土壌、あどでこれが仏土壌、仏土壌、この、あ本当だ。めっちゃ大変だけど展望台にも登りました。そうだよね、階段が結構真っ暗闇だけどね。いつもキョロロの展望台に行ってみます。暗いです。暗いよ、すごい。ハル、これ何段だっけ。160行きます。めっちゃ長いです。暗闇です。これ防犯上大丈夫かね。よいしょ、あ見えた見えた。うわー、どうじゃ。しかもエアコン切って気持ちいい。うーわー、最高ですよ、この景色です。うわどう、疲れた。ぜひ皆様もサビのアート含めてこの科学館の中もぜひ訪れてみてください。とてもいい、森と科学館、それから今から行く美人林もありますので、ぜひぜひおすすめのスポットです。では続いてはキョロロのすぐ横にある美人林にやってきました。この美人林、とっても綺麗なね、ブナ林でしたけどね、綺麗だったよね。うんうん、このブナがね、形がやっぱり幹の太さなどが揃っててね、とっても綺麗だったよね。うん、でこれには理由があってですね、大正末期の時代に木炭の確保のなどのために伐採されたそうなんですけども、でそこでね、もう裸の山になっちゃったんですが、運よくね、その切る前の年がですね、種、ブナの種が大豊作だったようで、そこで一斉に奇跡のように復活した、このブナ林だそうですね。ではここで、山頂をしたいと思います。はい。で、ここにね、大赤毛がいるんじゃないかということで。やっぱ、こんだけはいかれるかもしれない。うん。枯れた木に大赤ギラが開けたと思われる穴が、うんうん、いくつもあったので、大赤ギラ見れると思ったのかなと思ったんですが、なかなか見当たりませんでした。そうだね、なかなかいないよね。うん、うん、まあ、でももうちょっと粘って頑張ってみましょう。うん、うん、来た、見えた見えた。ドラミング聞こえましたね。あ、鳥がいる。あ、上に行ったね。春取ったのヒヨやった。あ、そっか。じゃああれヒヨだね。あ、じゃあヒヨ、あれヒヨかな。でもさ、ドラミングもうちょっと奥から聞こえたよ。あ、これヒビ取るしよくわからんね。だから今飛んでったのとちょっと違うね。違うと思うんだけどな。じゃあこの時間帯にね、
そうやね、やっぱ夕方はね。でも暗いし撮影はつく。ほらいる。ほらいるわ。ちょっと見えるかな。あんま近づかない方がいいんだよね。このドラミングのゲラ類を撮りたいな。あの春がね、あの一生懸命今ドラミングの音を辿って探しているところです。そうやね、ドラミングしてるってことはブナの枯れ木を探せばいいってことだよね。おったおったおった、パパおったよ。入れましたね、大赤毛立てましたね。ドラミングからね、ずっとこう粘って、春が探してくれました。さすがです。まあ、こんな感じで大赤ゲラさんが落ち着いてドラミングしてますね。ちょっとお腹もね、あの赤色のところはっきり見えたらいいんですけどね、チラッと横向いた時見えましたね。確実に大赤ゲラだと思います。さすが野鳥少年春ですね。発見しましたね。うん、ということで、あの真下からというかね、ちょっと角度悪いんですけども、うん、大赤ゲラがドラミングしている様子も撮影できましたので、どうぞご覧ください。それではいかがだったでしょうか。今回は新潟県のキョロロ、それから美人林で野生動物観察を行いました。うん、春どうでした。やっぱ大赤ゲラかな。大赤ゲラのドラミングがもうなんか赤ゲラよりもドーンって森中に響いて、うん、すごかったね。響き渡ってましたね。うん、うん、あの迫力が良かった。うん、はい、ということです。それでは引き続きツータイムチャンネルでお楽しみください。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。ツータイムチャンネルでは野生動物観察、それから適正な飼育方法、それからより専門的な知識をお伝えするズータイムカレッジの3つのテーマでお届けしております。自然界、それから動物界全体の魅力をお伝えできる番組を目指しています。それでは楽しく学ぼう。